皆さんこんにちは。最近女優のアンさんが日本に一時的に滞在し極秘入院していたことが分かりました。6月7日公開の映画隠し事で主演を務めているので、その宣伝のために多くの取材をこなしています。しかし今回の帰国の目的はそれだけではありません。彼女にはもう一つ、どうしても日本でやらなければいけないことがありましたと、ある芸能関係者が話しています。アンさんの知人も以前から予定していた入院のために病院を訪れたそうです。今アンさんにはひっきりなしに仕事のオファーが来ていますが、彼女は少し前から体調に異変を感じ始めていたそうで、万が一体調不良が原因で穴を開けることになってはいけないと、最悪のケースを想定し潔く数日間の休みを取って入院することを決断したそうですと語っています。アンさんは2015年に東出昌大さんと結婚し、2016年に双子の女児、2017年には男児を出産しました。その後2020年に東出さんの不倫が報じられ、同年7月に離婚しましたが、その後も一人で3人の子供を育ててきました。フランスに移住したのは2022年8月のことです。多くの関係者はパリ移住となれば仕事のペースを落とすと思っていたようですが、アンさんは違いました。ワンオペで3人の子供を育てながら趣味も作り、さらに女優としても第一線で活躍しています。蓋を開けてみればアンさんの仕事量はそれまでを上回るものでした。今年の春先から少し不調を感じることが多くなり、アンさんも限界を感じたのか、3月に日本に帰国した際に病院で受診したようです。その結果を受けて今回の入院となったのでしょう。ただ短期で検査入院に近いものだと聞いています。子供たちには心配をかけまいとフランスの知り合いに預けてきたそうです。自分が働けなくなったら家庭が回らなくなることを一番分かっているのはアンさん自身。もし状態が悪化して長期の治療が必要になれば家族が崩壊してしまう。しっかり者で常に先のことを考えている彼女のことですから、そうならないように先手を打っておこうとしたのだと思いますとアンさんの知人は語っています。さて2020年に離婚し3人の子供を育てるシングルマザーとなったアンさん、日本とフランスの2拠点生活でドラマや映画、CM に出演するなど公私ともに大忙しですね。そんなアンさんが2022年8月にフランスに移住したことを報告しました。なぜフランス移住なのか、3人の子供はどうしているのか気になりますよね。アンさんは2022年8月28日に公開された YouTube の動画内で3人の子供を連れてフランスに移住することを発表しました。現在はフランス移住も無事に済ませ、日本とフランスの2拠点生活に忙しくしています。なぜ海外への移住をしたのか、なぜフランスなのか、ここでは考えられる3つの理由を挙げてみました。2022年8月29日に投稿されたアンさんのインスタグラムにはフランス移住のきっかけについて書かれていました。移住することを面白そうと思ったアンさん、持ち前の旺盛な好奇心からそのように感じたのかもしれませんね。また違う場所で生活してみるというチャレンジを人生一度きりやってみたいと綴るアンさん、何事にもポジティブで行動的なアンさんだからこそ移住を決めたのでしょう。夢を叶えるため、アンさんが出演した2021年9月1日放送の日本テレビ系1億人の大質問、笑ってこらえてで次のような夢を明かしていました。将来の夢はヨーロッパに住むこと、現在フランス語を猛勉強中、オンラインレッスンで多くの人の中に混じりグループレッスンまで受けていたアンさん、この頃からすでに移住のために頑張っていたようですね。アンさんは2005年の19歳で単身フランスに行きホームステイしていた経験もあります。当時パリコレクションモデルとして出演もしていたように、フランスは馴染みがあったようです。当時アンさんは世界中から注目が集まるパリコレに強い憧れを抱いていました。昔から思い立ったら即行動に移すタイプの彼女はパリコレに出演するために事務所を移籍し、
フランスに渡って独学で身につけた英語力で自らモデルエージェンシーに売り込み、パリコレ出演を勝ち取ったそうです。夢を叶えるため本気で語学勉強し移住を実現したアンさん、これからはフランスで次の夢の実現に向けて行動しているのかもしれませんね。3人の子供のため、アンさんは3人の子供と一緒に2022年8月に念願のフランスに移住しました。移住を発表した8月28日の約2週前にはパリに来ていましたね。住まいは子供たちがクルーズを気に入っているセーヌ川沿いだと聞きました。子供の教育にも熱心なアンさんですが、フランスの9月から始まる新学期に合わせた移住との話もあります。フランスの小学校は6歳から始まることから、現在6歳の双子の娘さんたちは小学校に入学したことになります。ちなみにフランスの義務教育のスタートは2019年より6歳から3歳引き下げられています。フランスは日本以上に学歴社会とも言われています。3人の子供たちにより良い教育に触れさせ、言語も日本語、英語、フランス語と話せるトリリンガルに育てることで子供たちに多くの経験を与えられると考えたのかもしれません。また2020年に離婚した元夫の東出昌大さんの世間からのバッシングはまだ続いているようです。日本にいれば親権を得た3人の子供たちへの風評被害も出るかもと考えたのかもしれません。アンさんは子供たちを守るためフランス移住を決意したのではないでしょうか。フランスの穏やかな生活でアンさんの3人の子供がすくすくと育ってほしいと願うばかりです。2022年8月より3人の子供と一緒にフランス移住し、そんな日本との2拠点生活を始めたアンさん、気になるのは移住後の収入源はどうしているのかではないでしょうか。またフランスで生活仕事をするためにはビザの取得も必要になりますね。日本での女優業は所属している現在の事務所トップコートに在籍したまま活動するとアンさんは明かしています。アンさんはドラマや映画 CM 出演などで活躍しており、またリモートでもナレーションを務めることもありますね。知的でスタイルも良く、母親としての好感度もあり、女性からの支持も多いアンさん、女優での収入はこれからも心配がないように思えます。また YouTuber でもあるアンさん、2021年11月14日に開設した自身のチャンネルアンアン東京の登録者数は2023年4月現在114万人、登録者数100万人超えは YouTuber 全体の上位 1% 未満ということです。アン東京の広告収益があるとするなら約1000万円以上の収入があると考えられます。その他にもフランスに移住したことによりファッションモデルとしての活動も可能になりましたね。以上によりアンさんの収入源は日本での女優業、映画、ドラマ、CM 出演、YouTuber としての収益、海外でのファッションモデル活動ということが分かりました。また現在もフランス語の勉強を続けているアンさん、いずれフランスでの芸能活動するアンさんを見ることができるかもしれませんね。またフランスに限らず海外へ移住をして生活するためには何らかのビザが必要になります。しかもアンさんは3人の子供を連れての移住なのでビザ取得はさらに困難と予想できますね。しかしアンさんにはビザが取得しやすいポイントがあったという意見がありました。もちろん断言はできませんが、アンは才能パスポートパスポートタランを取得した可能性があります。同ビザでは国際的な才能を持つ芸術家も対象となっており、モデルとしても活躍しているアンなら取得できるのではないでしょうかと女性誌記者が語っています。アンさんはパリコレクションにも出演した経験もあり、その他のハイブランドのショーにも出演していましたね。また日本の芸能事務所とは別にイタリア、ミラノの事務所にも籍を置いているアンさん、そうしたことからタレントビザを取得した可能性があります。また1年間滞在する資金を持っているという経済証明を提出すればビジタービザも取得できるそうです。これらのことからアンさんは何らかのビザを取得し移住をしているということが分かりました。
そんなアンさんは双子の娘さんと、その年後で生まれた息子さんの3人の母親です。そんなアンさんはフランスではどうしているのでしょうか。フランスは共働きが多い国だそうです。そこで保育ママやベビーシッターといわれるヌヌと呼ばれる人が活躍しているとか。政府公認のヌヌさんは60時間の講習を受け、さらに市のルールをクリアしないとなれないそうです。フランスではヌヌさんなしでは子育てできないと言われるのも納得ですね。その他にも遊ばせる専門のアニマターと呼ばれる学校の時間以外の専門員の資格を持つ人もいるフランス。そんなフランスでアンさんは10代の頃にホームステイの経験もあることから、友人や知人も多いそうです。そういった人たちの手を借り、無理せずフランスで子育てをしているのかもしれませんね。では今からはアンさんのいじめに対する思いを紹介します。アンさんがいじめ問題を扱った書籍を紹介し、大人になってからのいじめは後になってわかると語りました。毎週アンさんと大倉慎一郎さんがそれぞれ一冊の本を紹介する J ウェーブの番組ブックバー。顔に障害を持って生まれた少年が10歳で初めて学校に通うことになり、いじめを受けます。主人公のみならず家族、同級生からの視点でも描かれ、事態の推移とともに主人公や周りの人がどう変わっていくのかが描かれています。大倉さんのいじめられたことはあるとの質問にアンさんは、大人になってからの意地悪って後になってわかるじゃないですか、あれってもしかして嫌なことを言おうと思って言ったのかなって気づくと述べ、子どもの頃はもっと直接的で叩かれたりカエルを頭に乗せられたりしたことがあったと語りました。また大倉さんは小学校時代の知り合いに、大倉はいじめを見て見ぬふりをしていたと SNS 上で言われたことがあるそうです。詳しく話を聞くと、大倉さんにとっては全く心当たりがないことが、彼にとってはいじめに加担していたと映っていたようでした。大倉さんはそれを聞いて、自分では気づかないうちに他にもあったんじゃないかなと考えるようになったという。アンさんも良いことも悪いこともした方は覚えていないことが多いと、この問題のはらむ難しさを指摘しました。アンさんは同書の中でも主人公のお姉さんの視点で描かれた一節を新鮮に感じたという。少年は守るべき存在で、両親の愛情は彼に向かってしまいます。健常者の自分はしょうがない、それに弟のことは大好きという揺れる心の苦しみを、葛藤を吐露しています。アンさんは当事者になるとそう思うよね、構ってほしい時もあるよねと共感を表しました。ただ感動的な物語を紹介するというだけでなく、多層的な視点の中からアンさんならではの読みどころを教えてくれるのもこの番組の面白さだと語りました。では最後に、そんなアンさんの再婚についてまとめていきたいと思います。アンさんは2024年現在再婚はしていません。しかし綺麗で頭が良いアンさんなので、フランス人の彼氏がいてもおかしくないですよね。今は子育てで忙しいと思いますが、今後再婚する可能性はゼロではありません。離婚後親権は母親であるアンさんが持つことになりました。アンさんは青山学院初等部、青山学院中等部に通った後、芸能活動のために堀越高校に進学しました。しかしお母さんが新興宗教にはまって2億円の借金を背負ってしまいました。家も差し押さえられてしまい、アンさんも高校を中退して借金を返すために働いていました。お母さんは渡辺謙さんとは離婚しています。そして2017年、お母さんはギャラをめぐってアンさんを訴えました。実の娘に12億円を請求したそうです。その後2020年に和解が成立したそうですが、事実上は絶縁だそうです。お父さんである渡辺謙さんもホステスと不倫、結婚をしたりしていて、アンさんは家族関係には恵まれなかったようです。フランスでは穏やかに暮らしてほしいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。